それでは今回も惨劇のホラーゲームアンティルドーン進めていきたいと思います。大変恐ろしいゲームですので覚悟してご覧ください。覚悟のない方もご覧ください。このねスティック動かすとねこの右のおっさんの顔が動くのはちょっと面白いですね。上向かせたりチラッチラチラチラ、まつげ長いな結構このおっさん。さあ行きましょう。このおっさんで遊ぶのやめましょう。再開スタート。もう一度チラッ。こういう感じになるんだ。海外ドラマ見たく。これまでのあらすじ。みんなこれはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得だって。ハンナ、どうしたの？ハンナはどこに？ふざけただけよ、ハンナ。まず最初にみんなに言いたいのは、冬のバカンスインブラックウッドを今年も開くことができて俺の興奮度はマックスだってこと。俺はみんなとただ楽しい休暇を過ごしたいと思っているし、それに一生忘れない思い出を分かち合いたいんだ。その妹たちのためにも。それにサムに会いたいの？おい冗談だろ。僕は後ろに移動した。ジョッシュの隣に。衝撃的だろ。どう？バタフライエフェクト。このリス殺し野郎。来るたびにこの山が大きくなってる気がするよ。そうか、同じに見えるけど。夜明けまで9時間。ジョッシュ、あ、来た。ハンナとベス、わあ、もう二人とも死んでんのによ、来たよね。ここで育ったからだよ。縮んで見える？確かにそうかもな。携帯の電波とはいつ立てるのさ。禁断症状が。100万ドルくれたらすぐにでも作ってやるぜ。そう言われると思ってね。ああ違うジャケットだったかな。残念。お前ら大丈夫だったか？うん、まあちょっとだけ。でも会えてよかった。あいつどうした？なんか来てるよ、なんか来てるよ。またあれでしょ、普通のやつが脅かし。ねえジョッシュ、違うの？そろそろパーティー始めない？そうだな。噂心配。噂言っとっか。マットとエミリー。マットとエミリー付き合ってんだって？そうらしいね。マイクはどうなの？マイクは今別の意味で手一杯なんじゃないか。うん。くそ、なんなんだよ。凍ってる？当たりだ。他に入り口は？そりゃあるけど鍵はかかってるぜ。そこを曲がったとこの窓なんかどうかな。開けられそうなやつ。待てよ、押し入ろっていうのか？君んちなんだから押し入ることにはならないだろ。うん、俺が通報しなきゃな。ああ。ではお先にどうぞ。行けよお前、リスも殺したんだし嫌なこと率先してやれよ。やあシリ。はいクリス。なんだろうこれは、どっち？変な感じだよ。調子はどう？まあ寒さでブルブルってとこ。ここが微妙に不気味ってのもあるけど。確かに変な感じはするよね。でしょ。で、あ、こいつが操作、こいつを操作するのね、リス殺しを。裏口から。今日のアシュリーいい感じだったよね。ん？目立たないけどいける感じの子っているじゃん。あの上着をパッと脱がしてスノーエンジェルでも作りたいな。どうだ？同意しよう、同意しよう。させよう、今からしよう。確かにね。いつになったらハートを射止めるつもりなんだよ。夢の？また夢だよ。何言ってんだ、24時間。ほとんどお前と一緒にいるじゃねえか。そうだけど友達だよ。おい、いいか、この綺麗な景色を見渡すんだ。親はいないだろ。こんなにチャンスがあふれる完璧な状況はそう簡単に作れるもんじゃねえ。お前とアシュリーが二人っきりになれる土台は十分だ。お前は完璧な紳士だった。ここで一発決めろ。分かったな？同意しよう。
かもね。お前はハンターだ。恐れも情けもない。いいか、あっという間に落ちるさ。いつも殺したしな。分かったから。もう早くも開けないと。寒いだろ。うちのロッジに押し入るつもりなんだ。そんなこと一言も考えあったんじゃねえの。どっから？早くいいアイディア出せよ。じゃないと可愛いレディ4人のケツがみんな凍っちまう。そんなことになったらやるどころじゃなくなっちまうぜ。それはまずい。ここか。なんか光ってんな。ここから。あ、違う、斧がある。斧、この斧を使ってってことか。うん。あ、ない、ないんだ。なくなってる。ここは？ここも開きそうだね。充電が切れかかってる。あ、GPS も切れるのかよ。ここ動くの？天才くんのお出ましだ。いいね。ドアが凍って開かないのに、これ動くのかよ。よいしょ。よいしょ。こっから窓から入るってことね。このこれを足場にして。普通でもこういう雪国とかだったらこんなように作ってるだろうけどね。相当痛いだろ今の。クライミングの授業受けときゃよかった。体育のこと。そうそう、ロープを登るやつ。おお、え、ん、僕のせい？多分違う。ほらこれ使え。そんなんで。そうだクリス、いいこと思いついたぜ。本当？最高に。何さ。いいか、確か洗面所の一つに俺のデオドラントが置いてあるはずだ。そいつと一緒に使うんだよ。全然わかんないよ、デオドラントどう使うのさ。スプレーだよ、吹きかけろ。あー、危ねえだろ。なるほど、納得。火炎放射器さ。子供の頃思い出すよね。前にやっただろ、スプレーをライターに向けて凍った鍵にバイバイ。その通り。あとは任せた。俺はちょっと別の用事がある。ちょっと暗いけど大丈夫そうか。まあやるしかない。安全を祈るぞ旅人よ。ベタな展開じゃないけど、ジョシュがね、妹たちの復讐っていうね展開なのかな。それはベタすぎるよな。来た来た、この土産。誰か燃えてる燃えてる。あの女の、あの浮気女か。荷物持たせた浮気女の。これ持ってけない。あれ、これ取れないのかな。操作方法、これ一回見ればいいだけか。これを一回見ればこれでいいのね。ごめんなさい、ちょっと操作方法忘れてしまった。なんかそろそろ出てきそう。脅かし系ではないのかな、どっちかというと。割ってくるタイプではあんまりなさそうな気がする。よく見て見て、布を。ちょっと待って、布を見てください。こうね、手がかり。おお、これは何かな。放火剤。あー、管理28年渡り詰めていたが、ハリウッドのプロデューサーでもある。ロバーマシンをブラックライトに購入した際、これ何の事件？これなんか関係あんのかな？後から分かってくる感じなのかな？今んところはあんまり関連性がなそうだけど。放火ってことは、ストーカーの、謎の、火炎放射持ちのやつと関係あんのかな？あいつがなんかな、地味に威圧臭をな、出してるから分かんないんだよな。こっちはいいか。とりあえず先行こう。洗面台ってここか。ここは違うな。これは写真。
いいね。父ちゃんハゲとる。将来ハゲるね。これね、手がかりなんのね。手がかり来ました。次は、あ、ドアが閉まったぞ。は、誰もまだ入ってないはず。今のなんだ、風か。おい、なんだよ、誰かいんのか。開けよ開けよ、先に。まだ開かないか。くそ。ちょっとクリス、何なのよ。え、なんでわかったんだよ。もういいから、早く鍵を開けてよ。了解。本当だよ、誰か中にいるってことか。もう先客がいんのかな、このパターンは。もしくは、あの、死んだとされてる二人の女のどっちかが生きてたんじゃないかなって思うけど、だいたい俺の予想は外れるからな。あ、ろうそくあるじゃん、ろうそく。おお、手がかり。写真ね。あとはこの写真、これはろうそくは触れないね。スプレーはどこにあんだ。わあ、どこから来るかわかんないな、怖い。これで一周してきちゃった、ぐるって回ってきちゃった。2階も行ってみよう。あ、下もあるんだ、地下もある。あ、上が開いてるからドアが閉まったのかな、風で。よくあるよね、窓を開けたらドアがバーンって閉まっちゃう。ドアがね、閉まっちゃうね。広いなぁ。気持ち悪いマスクもあるし、なんか光ってるところはあんまり。あ、ここか。ここは何、何の部屋。あ、ここかだ。あ、ここか、ここか、ここにあんのか。開けて、あ、スプレーあったー。うおー、嘘だろ。なんだよ今の、何。もうリス、巨大なリス。違うよね、これだ。寒くて凍っちゃいそう。よし、これで開けれる。ライターでもずっと当てたらいけたんじゃねえの。木のドアだし。どうもありがとう、今週もよろしく。うわぁ、なんだよ。くそ、脅かしやがって。今の何、大丈夫。多分クマかトラって感じかな。うわ、ちっちゃな赤ちゃんたちじゃない。赤ちゃん、平気だよ、お前も大人になれる。さあ、だんだんね、舞台がね、整ってきました。こっから惨劇が。暖かい我が家だぜ。これのどこがあったかいって言うんだよ。ああ、ほんと中に入れてよかった。寒いけど外よりはマシ。火を起こしてくるよ。全然変わってないな。誰も来てないしな。警察が出入りしてたでしょ。さ、最近は落ち着いたんだよね。ああ。よう、みんな元気か。やっほー。よう。ん？あ、さっき見ちゃったからね。抱き合ってるところ。ああ、くつろいでくれよ。ああ、そうする。ああ、入れよ。荷物置いて好き勝手やりな。どうせ言われなくてもやり放題だろ。おい、いきなりなんだよ。どうする、警告。これもう言おう、言おう、言っちゃう言っちゃう言っちゃう。さっきエミリーと何してたんだよ。は？お前らを見た、望遠鏡でな。さっき偶然会ったんだよ。久しぶりだったからハグをしただけ。
法律違反？もうこれ怒っとこ。ハグだって。ああ、そうか。ハグだけね。まあいい。好きに言ってろ。どうでもいい。気をつけろよマイク。もう殴っちゃえよもう。いきなり険悪。もう信じらんない。気持ち悪いんだけど。まさか顔ごと飲み込むつもり？エミリー、私が来たからって見え見えすぎるんだけど、あんたのものに興味ある人なんかいないわよ。あれねえ、今なんか言った？ああ残念、色仕掛けに夢中で聞こえなかった。自分が振られたからって超感じ悪い。ああ、大勢の中の一人になれたってことね。おめでとう、よかったね。ハイスクールクイーンに何言っても無駄よ。挑発しよう、もう喧嘩してこ、喧嘩してこ。おい、さすがにそれは言い過ぎだよ、ジェス。あら、嫉妬？エミリーってあんたにも冷たいわけ？おいおい、それ余計な、ちょ。あっさ、あんたが何考えようとどうでもいい。少なくとも私は学年トップ。あんたはせいぜい体でも張って仕事探せば。私には美貌っていう味方がついてるから成績なんて関係ないし。やめてよ。そんなお尻じゃ腐ったパンも買えないんじゃないの。ひでえ。本気で言ってる？それで侮辱してるつもり？あの女ラリっちゃってるんじゃない？ここも挑発だ。いけ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 。煽れ煽れ。もういい加減黙れ。いいか。いやよ、あんたこそ他人のことに余計な口出しするのはやめたらどう？せっかく楽しくなりそうなのに。もうこうさん本気でやる気？いいよ、私はマジだからね。やめろ。俺たち喧嘩するために来たわけじゃないだろう。こんなはずじゃな、10分も仲良くできないようなら一旦頭を冷やした方がいいかもな。マイク、俺が前に話した例のコテージを見てこいよ。なあ、わかった。なあ、行くか。あの女がいないならどこでも。その道を上がったところだ。この男も偉いな、こんな女。やれやれだな。ああ、本当だよ。じゃあジョッシュ、火でもつけるか。あれ、バッグは？え、バッグよ、ほらピンクの柄の小さなバッグ、ロデオで買ったやつ。マット、ね、聞いてる？やだ、ちょっと覚えてないの？私がヒール買った靴屋さんの隣にあった店よ。あなたレジの子に見とれて棚を倒しちゃったでしょ。あれは、あの子がスタジャンのことを聞いてくるもんだから。ああ、彼女はあなたのダッサいジャケットに見とれてたってわけね。うぜえ。俺のジャケット嫌いなの？マット、私のバッグ。おい、エミリー、どうせ家に置いてきたんだろ。私がバッグを忘れると思う？いや、どうなの？あ、いや、あなたがケーブルカーの駅に置いてきたのよ。行こうよね、すぐだから。お前が悪いんだろ。その後は温めてあげるわ。よし、いいよ。わかった、行こう。くそ、結局。私はお風呂入ってくる。そのシーンは見たい、そっちのは見たい。結局男はね、そんな言われたらね、言っちゃうのね、のこのことね。ああ、追放か。やり放題じゃん。望むところだ。寒い。このコテージってどんだけ遠いとこにあるわけ？そのコテージだけど、見たことがないくらいロマンチックで超居心地のいいところって話だぜ。本当にたどり着ければね。運が向いてきた気がするんだよな。うまくいったら私がご褒美あげちゃうかな。何？役所さん方、お届け物です。役者？観客になるぜ。あ、最低。さっきは追い出しちゃって悪かったな。気にすんな。お前ら二人ならいろいろ楽しめそうだしね。うんうん、あんたはあいつら庶民と。ああお、忘れてた。今何？足元が見えるように発電機を動かしとけよ。かなり暗いからな。ああ、わかった。ジョシュってば、私に気があるんじゃない？そう？せっかくだから誘う？え、いいの？はあ、ダメだ。いいんかい、女の方はいいんかい。
や、どうなっていくんだろうな、こっから。まだなかなか物語がね、動かないですけど。そろそろ。ねえマイク、写真撮る？いいじゃん、撮ろうぜ。つららで死んでたらどうなってたんだろう、ストーリーは。それはそれ気になる。写真を。こんなのも撮れんだ。女の胸元、めっちゃ動くな。顔がムカつく。よし、くそ、タイミング取れなかった。ああ、悪くないけど次は私に撮らせてね。ああ、これはひどいな。でも言っとくけど、自分たちにカメラ向けて撮るのって意外と難しいんだぜ。オッケー、行こうよ、早くコテージを見たいの。さあ行きましょう行きましょう、コテージまで。ちょっと寒すぎるんだけど。そんな時は俺に任せて。何を任せるわけ？ああ、いくつかアイディアがあるんだ。すぐそっちの話持ってく。ずいぶんほったらかしにされてたんだな、もったいない。ん？で？そのまま行くの？でもこいつらもこんな寒い中出歩くよね。ちょっと温まろうよ、さっきのとこで。私たちの間に割り込もうだなんて思ってるなら、エミリーってほんとバカだよね。私たちについてきてクマに食べられちゃったらラッキーって感じ。フラグフラグ、同意しよう。これはもうエミリーは君を毛嫌いしてる。へえ、そうなの？すんごいジェラシーだ。いい君。あのサニブラウン君かわいそうだよ。なんだよ、結局こいつの男の好きなのか。ああ、カラッカラに乾ききってるな。発電機があるって言ってなかったっけ？こっち側行けってことか、発電機の。そろそろなんかイベントあるんじゃないの？火炎放射男。あ、なんかある、なんか落ちてる、なんか落ちてる。もっとちゃんと気合を入れて。また来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 た。ムカつく発電機を動かす努力してみたら。ちょっと待って、間違えた間違えた。じゃあ俺も真似して発電機を怒鳴りつければ動くかもな。これ押してこうね、裏側を見て見て。え、殴られたぞ。発電機探しはどうしたの？殺されるシーンが見えるんだ。うわー、ああいうの全部回避しないといけないってことね。さてと、よし、これでどうだ。よく通ってるもんだね、こんな発電機も。これで動くのね。わお、まるで魔法ね。かっこいい。おお、この男の子もなんであんなヒクヒクしてたの。でもさっきの男とは違うよね、今殴ってたマスクのやつとは。絶対身内の中にいるんだよこういうのは。こいつはこいつでまた別な。よし、これでバッチリだ。すごくいいでしょ。ああ、ほんとこれ最高ねえ。でしょ、すごくいい感じ。これちょっと怖いな、一人で。しかも橋でしょ。あ、なんともなかった。橋崩れる。興奮してる。そうは見えないけど。もちろん興奮してるさ。ちょっとした冒険だね、いろんな意味で。いやー、いつ来るかわかんないな。すげえ怖え。さっきの男もデーンって出てきただけ。まさか警察のだ。ああ、あの事件の。そのままなんだね。ああ、捜査はまだ続いてるらしい。続いてんだ。なんかゾッとしてきた。
敬意を払うか。まあ二人がどこにいようときっと俺らの思いを感じてくれてる。すごくポジティブなのね。確かに別にお前らのことなんて考えてないだろうに、むしろ恨んでるぐらいじゃないか。こんな道も残ってるよ、こんな雪降ってんのに。わ、あ、今の聞こえた？確かに何か音が。音？音っつうか女性の悲鳴みたいな風の音か。くそ、道が塞がれてちゃコテージにたどり着けないな。勘弁してよね。あの古臭い不気味なロッジに戻ってエミリーとホットチョコを飲むなんて絶対嫌だから。ホットチョコはいいじゃん。おーい、ジェス大丈夫か？くそ、おい、ジェシカ。うん、私。すげえ、大丈夫よ。身体能力高え。なんだよ、ビビったじゃねえか。私だって怖かった。頭とか打ってない？暗くてよく見えないけど今のところちゃんと手足はくっついてる。よかった、出られそう。ああ、どうかな。ここ暗すぎて何も見えないよ。慎重に。よし、ジェス、カートがある。それをうまく押せば抜けられるかも。わかった。じゃあちょっとやってみる。女性の力じゃ厳しいでしょう。これ重すぎるよ。こっち降りないと。アドバイス。じゃあそうだ、ジェス、そこの割れ目が見えるか？カートと壁の間、あの小さな割れ目。うん、ジェスならそのそこ抜けるとかできるはずじゃん。体の細さを褒めてくれるのは嬉しいけど、こっちが多分つっかえちゃいそうかな。どこかなそれ。そうか、そうだな。オッケー、了解。どうせ補強だろ。だからそのライトをこっちに落としてくれるか、あなたがヒーローになって助けに降りてくるっていうのは。まあこれ降りてあげようか。これ男なら降りよう。俺も。あ、これも分岐なんだ。他のムキムキマンに先を越されちゃわないように急いで。あ、後ろ後ろ後ろ。ねえ王子様、このカートを一緒に動かしてくれる？よし、押そう、二人で。こいつでもダメか。動かすの手伝ってくれ。よいしょ、二人だったらいけた。一緒に埋めくとこ想像したけどこんなんじゃなかったね。後ろのやつは行っちゃう、このまま。出口あんのか？普通に戻った方が良かったんじゃないの？うわ、なんか来た、なんか来た、なんか来た。危ない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 。いやもう何なの。あ、もうやだ。ねえ大丈夫？ああ、なんとか大丈夫だ。今の間に合わなかったらどうなったの？ミンチになってたの？ミンチにはなんないだろうけど、大怪我してたよね。ああ、やだな。なんかここ気味悪い。どっち行こう？こっちも行ける。でもさっき押したやつがいるから確認したよな。コテージに着くまで取っといてよ。誰もいない。もう誰かが押したはずだけど。あ、またこれ来た。これで、あ、また話しちゃう。ごめんなさい、すいません、間違って話してしまう。これ覗いて、裏を覗かないとね。うおう、このシーン見たい、このシーン見たい。これはいつ来るの？このシーンはいつなの？なんだ？またなんかいた？この歴史は、このパターンは見よう。ぜひとも。
大丈夫かな。そろそろなんか起きてもいいと思うんだけどな。結構広いな。うわー危ない。大丈夫、うん、危なかった。ここにいるのは危険そうだな。ねえ早くここを出ようよ。出よう出よう、行こう。あ、でもなんかあるぞここ。地図？手がかりの。ああ。危ないところだぜ。簡単にクリアできるゲームじゃなそうだなこれ。とりあえずあのサニーブラウン君だけ生き残る展開にはしたいな。他のやつは死んでもいいけど。やった、希望の光だ。やっと出れた出れた。あのおっさんだったのか、トロッコを押したの。後ろに出るだけで何もしてこないけどさ。でも早く行こうよ。押せよお前、階段歩くの。早く歩けよ。先行かせてくんね。大統領並みに立派なもの想像しちゃってた。ベッドルーム見たら驚くぜ。まさかのビップ待遇なわけ。ああ、エアフォースワンにでも乗るか。はいはい、それは選挙のために取っといてね。ねえ、望遠鏡。全部下ネタだな。まずは森を見て、次に雲、そしてコテ。あ、え、何？うわ、何見ちゃったの？死んだリス？コテージに誰かいる。どれ？見せて。ショットガンで撃たれたリスじゃなくて？うおもう一回見て、もう一回見たい。もういなくなったか。もういないよね。行くかも。はあ、また酒でも飲んでたの？誰もいないぜ。そっか。なかなかね、展開的にね、大きく動くようなことはないですけど、ちょいちょい脅かしてきますね。こっちから来たんだよな。どっち行けばいいの？これもなんかあるな。ジェス、狼が。そばを離れるなよ。あー、怖い。ほら、この看板に熊出没に注意って書いてあるからね。ねえマイク、超いいこと思いついちゃった。なんだよ。熊を探しに行くの。どう？ねえ。バカじゃねえの？おい、そいつはやめておこうぜ。さあ行こう行こう、もうコテージ行っちゃおう。楽しいことしちゃおう、もう。あったまろう。ステージも、ね、結構遠いんだな。もう誰かがいたって誰だろう。惨劇はいつ起こるんだろうか。鹿がいる鹿がいる。うわー鳥、助けてよね。どっち、カッコつけよ。俺は求愛に応えただけだ。わお、なんでもありね。ああ、愛にあふれてるのさ。驚いたよ。全部下ネタに聞こえんな。下ネタなんだろうけど。こことかも帰り絶対あれだろうな。みんなコテージ来たらこの橋がなくなるとか壊れるとかあるんだろうな。
ジョッシュの野郎、俺たちをここに送り出す前に片付けとけよな。マジ？なんだよ。あなたって意外と文句が多いタイプなのね。いいアイディアある？下がって、ネガティブ君。さすが。おい、おい、カッコつけかよ。ねえマイク、顔に何かついてるよ。ほら、命中率いいな。ああ、そう、そういうことするのかよ。なんだ、いなくなった。ジェイス、来た。ジェイスで他の視点になっちゃうの、こんないい場面で。サム、お風呂入ろうとしてんの。何、火をつけるの手伝ってくれないか。私お風呂に入るとこなんだけど。そうか、なら風呂入るの手伝ってあげようか。ナイストライね。これはお楽しみタイムだな。なんなの、どうしたの。ねえジョッシュ、あなたの別荘なんだからお湯の引き方ぐらい分かってるはずよね。お湯が出ないの。いいよ、水風呂でもいいから入っちゃおうよ。どうすんだ。なんかさっきはシャワー入ってる時に襲われてるような感じだったけど、今のは何だろう。ここに来んのか。まあ、主人公だから、まあ、主人公じゃないのかもしれないけど、そうすぐ死ぬようなキャラじゃないよね。どっちだ、見て回ろう。あそこになんかあるぞ。あ、ここにもなんかある。これ見よう、名刺。何の名刺。ヨハン・D・スミス。何これ、ワンピースか。 D ってメリークリスマス2010、ジョシュより。あー、これもハンナの、ハンナの思い出ね。やっぱりなんか復讐かなんか考えてんのかな。ハンナへ今度超生かしたパーティー開くんだけど、来てくれたら嬉しいな。あー、マイクから、マイクの、マイクの家、返信待ってるよ。そんなに好きだ。この女のどこがいいんだよ。なんで、なんでこんなモテんの、教えてほしいわ。あー、そんなに好きだったんだ、ひどい。それなのにあんなひどいこと。こいつの爪もすごいな。C が多いあなた、うまくいかなそうです。それまるで男の中の男である彼に対して。へー、何これ、なんか意味あんのかな。早くシャワー入んないかな。そんなことより、何このバナナの、バナナ切ったみたいなクッションは。結構この子日本人体型ね。とりあえず下降りた方がいいのかな。どこ行くんだ。ここ、ここか。ここは開きそうだね。このマスク気持ち悪い。うわー、
このやつ気持ち悪い。鼻の穴でかっ。君ならできる。信じてるぞ。ええ、そうよ。ウフー、レッツゴージョーシ、レッツゴー。何やってんの。それじゃ観客のお二人さん、君たちに提案がある。何。いいか、俺の記憶が正しければこのでかい家のどっかにウィジャボードがあったはずだ。何それ。すごいや、あのウィジャボード。そうさ、面白いぜ。ただの迷信だよ、何も起きやしない。なことないさ、いつもやってたんだから。俺とその。ええ、ジョッシュ、お湯が全然出てこないんだけど、直すつもりはあるの。ああ、大丈夫だって。ボイラーに火をつけりゃいい、地下のやつ。よし、二人はウィジャボードを探してきてくれ。クリス、探しに行こう。なんか宝探しみたいじゃん。うん、分かった、行こう。いいね、後で感謝しろよ。君も一緒に来るかい。まあとりあえず、まあ、いやー、もうお風呂入りたいよ。まあついてっか。これついていく展開だし、早くお風呂入りたいのに、入ってるとこ見たいのに。あれ、長沢くん、こんなところにも。なあ、クリスとアシュリーをわざと組ませたの気づいたか。二人の時間が必要なんじゃないかって思ってね。まあ褒めよう。あの二人超お似合いなんだけどな。今頃うまくいってるといいんだけど。ほんのちょっとだけでいいんだ。ほら、一緒になるものを与えてさ、思わずお互い抱きつくような恐怖とか。このまんま放っとくと、クリスが告る頃には老人になってるだろ。気が利く、いいやつじゃん。めっちゃいいやつじゃん。お前も寝てなかったらな、あの二人助かってたのに。何、ジョッシュ。言いたいことがあって。あ、何。何。みんながここに戻ってきてくれて本当に嬉しいんだ。特に君が来てくれたことが。まあ安心させよ、ジョッシュ。友達でしょ。ねえ、いつだって力になるから、一緒に乗り越えようよ、みんなで。ああ、楽しんでくれればいいんだ。だろ。ジョシュア、でもちゃんと足元気をつけろ。このくらいの階段なら乗り越えたのね。全然楽勝だよ。そうか。よし、これでお湯が出る。早くお湯を、お風呂に。何よりも惨劇より早くお風呂に。地下に引っ張り込んじゃって悪いな。ああ、お湯を出してくれさえすれば超ご機嫌になるから。まあ一人でここに来させたりはしないよ。だろ。確かに、なんだか君が悪いしね。ああ、一人で来る場所じゃない。アピールするな、やたら。二人でアピール。ねえ、これ持ってくれる。今のは。なんか来たぞ。なあ、手元が見えるよう照らしてくれ。またなんか来たら場面切り替えとかやめてよ。動くな、動くな、動かさないよ。震えちゃう、震えちゃう。あ、照らしてくれよ、俺が見えるようにさ、頼む。わかった、ごめんなさい。そんな、いきなり言われたって。動かない、手が震えるって。コントローラー動かしちゃいけないってことね。サム、頼むよ。ダメ、なんで。動かしてないのに。もう置こう、置こう、置こう。置けば大丈夫だろ。プルプルすんのか、プルプルすんのか。置いてもプルプルして。明かりがいるんだって。そんな、分かった。ちょっと、絶対動かさないぞ。
ったな。よし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 、よかった。それよりこっちが先だ。ボイラーに火をつける前に水圧を上げないといけない。なんだか難しそうだね。いや、すっごく単純さ。これを回すだけでいいのね。超単純じゃん。これで、もう、あ、ダメだった。大丈夫だ。もう一回、もう一回やろう。これを回してタイミングを見て、あ、ダメなんだ。このタイミングを押さないといけないってことね。落ち着いて。簡単だよ。ライトがついたらボタンを押せばいいんだ。わかりました。ごめんなさい。うまくやる。あ、そう。ライトがついたらね。よしよし、押せ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 。あ、なんでできない。もう押してんのに。大丈夫だ。さあ、もう一回やろう。ごめん。今度こそ。離して離して、押せ押せ押せ。よし、やっとできた。隣一つ、中いったぞ。いい感じじゃん。やったな。ハイタッチだ。よっしゃ。今なんかいたって。あのハイタッチもなんか意味あったの。何今の。何、何がいてもおかしくない。いや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 、ねえ、やめてよ。ただの冗談だよ。お前マジでビビってただろ。ビビってなんかねえよ。ビビってなんかないって。そっか、なんとなくエアロビしたくて飛び上がっただけだもんな。ミオハル、ちょっとバカなこと言わないでよ。飛び上がってなんかいないし、さっきの今のは何ってのも、こんな気味悪い地下室で物音が聞こえたら普通は言うもんでしょ。うわ、あなたも聞こえてるよね。何の音？ジョシュ、なんだ、なんかリズムも。何やってんの？太鼓の達人でもやってんの誰か。全然そうは思わないけど。これは調べよう調べよう。でもシャワーも入りたいし。何を、どうして。何ビクついてるわけ。あの音だったらきっと。あ、なんか馬の気持ち悪い。せいだよ。じゃあ私が中に入ってる間留守番しててよね。はい、お気に召すままに。行っちゃうの。バカなのか勇気あるのか。またちょうどどうだ。ちょ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 、逃げて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 。頭いい。痛っ。痛って。うん、早く早く早く、逃げて逃げて逃げて。早く早く早く、これく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 れ。なんで鍵がかかってるの。なんで。不審者が入れないようにさ。これでも絶対知り合いだろうな。なによー、どういうこと。じゃん、見事に引っかかった。まあ、いなかったもんね。いいね、やるじゃん、さすがだ。どうして、なんでこんなことするかな。映画の小道具がかなりいっぱいあってさ。ならばって、せっかくだし使わない手はないじゃん。は？冗談でしょ。あなたもグルだったわけ。いや、そうだったらよかったけど、最高だ。まあ、騙されたわけね。このバカないたずらが面白かったって認めてあげてもいいかな。天才だろ。ちょ、そんなこと言ってないし。こいつらも学習しろよ。去年何があったか。やっぱりな、ドッキリで。認めろよ。いや、違うって。どうせちびったんだろ。ジョシュ、ドッキリで去年人死んでんじゃん。ねえ、ちょっと一体何来てるの。ついに天職を見つけた。じゃあ沈黙の誓いを立てるって言って。オッケー。で、例のものは見つけた？何？リス？見よ、霊界への片道切符だ。また、うん、私はパスするね。一晩でもう十分怖い体験をさせてもらったし、私の水晶玉にはお風呂が映ってる、うん、ってことで、おお。
入るついに気をつけてね、企んでるから。さてついに入るお風呂。またこいつか、プリズンブレイクのやつか。孤独を恐れている人について君がどう思っているのか教えてほしい。同じ恐怖を持っているかね。どういうこと。同じ恐怖を。そんなことはない。この帽子が男なのか、これは。では君は怖がっている人についてどう思う？怖がってる人に同情を感じる、感じない。いや別にどうだろう。なるほど、マイクは孤独を恐れている。かわいそうだと思うかね。マイク、確かに君の選択からそのことがわかる。これで終わり？戻ってきた。じゃあ今度は君が他の人に抱いている感情を掘り下げてみよう。いいね。自分や他人のどんなところを大事にしているかということだよ。他人と接するときに大切にしているのは忠誠心か誠実さか。まあ誠実さだよね、人間はね。ではたとえ友達がどんな状態になろうとも真実を伝えると、では誠実さと思いやりでは。思いやり、誠実さと思いやり。やっぱり思いやりが大事だよね。ずいぶんと心優しいようだな。さすがだ。あ、またしても時間となったようだ。次回また話そう。ここで終わり。あ、でもこういう選択もどう関係してくるのか。